あれが回ってたんですね。お達しが。そう。ちょっと大変ですね。社長が一番高いと思います。いや、そんなことないと思うんですよ。プレイに行こうかなと思ってる。あ、俺もアプローチとバンカーとか練習したいんや。社長、そうか。アプローチ社長好きですけどね。だからアプローチ好きだから来たいって言ったんだけど、もうそろそろ涼しくなる。そうですね。今まだ暑いっすよ。でも俺誰もいない時に練習したい。あんなこと言われたくないよ。そしたら12時から1時までしか、あ、2時までしかないっすよ。あんなこと言われる。そうじゃない。あんなこと言われちゃう。うん、でかいです。チーッとしてる、来てるから。川岸さんの学生時代ってアマチュアランキングとかあったんですか？なんか全米アマチュアランキングあったよ。日本のそのワールドランキングはない。はないですか？うん。これ全米アマチュアランキング半年出て2位だった。すげえ怪物だやっぱ。あ、なんだ俺2位なんだ。川岸さんの時にないってことは金子さんの時は絶対ないですよ。アマチュアランキングって金子さんが学生時代と知らないそんな聞いたこともない。ないんだ。いや今はだってワールドランキングってことですよ。アマチュアのなんとかランキングってあるじゃないですか。全米アマチュアランキングとかそういうのあったけど、そのワールドランキングなんてないですよ。でも4日の朝、今方来るって言ってましたけど、うん、うん、随分早いね。もっとゆっくりにします。言います。6時でいいんじゃない。で、向こうで、あの朝、あの厚木のとこ混みますよ、7時に通ったら。どこ透明ですか、うん、だってもう昼頃からまでいいんじゃないの。11時とか全然大丈夫です、うん、早すぎ。どうせ先輩の車で寝てるだけでしょ。あ、でも結構コースまでかかりますもんね。5時間あれ行くだろ。行きます。さすがに5時間。そしたら11時でさ、12時頃スタートできないの。だっていつも終わってからやることないじゃん、早く行っても。じゃもうちょっと練習するわけじゃないでしょ、終わって。先輩んち6時にしましょう。うん、6時さ、うん、今からどっから千葉から来るんでしょ。千葉から。だからすであいつ5時出なきゃ。いや、だから5時に事故起こすよ、お前。5時にオレンジに来るって言ったから。それで事故起こされたらたまんないよ。言います、わかります、うん、6時でいいよ。オレンジに5時40分に来いって。そう、まあ多少10分の前後がいいからさ。はい、じゃあオレンジ5時半に来いって。事故起こすよ、3時間後に。じゃあ俺が運転しますよ。あいつに運転されない、全部。いや、俺も全然大丈夫だ。先輩と二人で行った時にさ、 V シネマ見てて。あ、借りて、あ、来ました先輩。借りよ。V シネ借りよ、借りよ、借りてこ。あれちょっと DVD あるかな。あるでしょ、今の車は大体。俺 ETC だけ持ってけんだろ。あ、俺ガソリン入れいいんでしょ、うん、ガソリン、うん、お前ガソリン入れろよ。はい、今入れます、入れます、入れます、もちろん。そうですね、 V シネ2本見る、2本丸々見れますよね。 V シネ俺借りてくから。帰り絶対。最近見てないの。 V シネっていうか、いいの借りてくよ。エロ。ビデオ借りてどうする。あれ、この鏡歪んでるよ。いや、あの風で、あの台風のあれでこれ一回ボーンって持ち上がったんですよ。うん、でそれをまたあのやって補強してるんですけど、多分その時じゃないですか、持ち上がった時。持ち上がったってことじゃ、あの風で煽られて、うん、こう一瞬浮いたんですよ。飛んでいったんじゃないの、屋根は。屋根は飛んでいきました。そうでしょ。はい、これ飛んでくでしょ。しかし本当後ろないと殺風景だろうな。なりますね。多くも両家、多くのさ、屋根飛んじゃったんだよ。練習場のですか。あ、練習場の。こんな鉄柱のさ、あれが、こんな行ったことある。あります、あります。で、6打席ぐらいは屋根あった。はい、で、あれ飛んじゃって、はい、今なくなっちゃったの。
めちゃくちゃ殺風景だよ。汚い田舎の練習みたいになっちゃう。不思議だな、あれあるだけで全然違うな。あれ飛んじゃうんすか、あんだけ鉄骨で組んでたの。要するにこうじゃん、まあ、こっちからこう受けちゃってこっちに後ろに倒れちゃう。びっくりしたよあれ見たら。そしたら水野さん、水野さんというか本社から当分直さんで行ってほしい。直さなくていいって。600万ぐらいかんでかかりますね。600万もかかるんですかね、うん、あの屋根、うん、あその5打席か6打席だけのためにの。そんなにするんですか。でさ、13、14番ミドルがあるの、島の浮島の、はいはいはい、あそこ橋がさ、2本、はい、あれ手前がさ、落ちちゃったわけよ。前落ちてました、うん、行けなかったじゃないですか、ね、それあれ、直さなくていいって言ったら向こうから回れってこと。さすがやわ。まあ 2本はありますからね。ただ、ほら手前のフェアウェイだとさ、結構戻る、戻んなきゃいけないんだ。そうですね。なんだいぞ、左から打ったドロー。え、いや、ノリ君あの場所好きなんですよ。ノリ君来たら大体あそこで打ってます、最近。そう、はい、いつもこっちで、ここだったのかな、うん、ピッチングじゃ超えないときは9番でした。いや、それはないでしょ。いや、あるよ。ギリギリだったもんだもん。アゲンストでピンの右行ったら行かないよ。いや、でも条件だって。え、あれだって130ぐらいですよ。いや、行かないって。9番いるって、あの絶対安全に超えるの。全然ピンのワンピン行った右行ったら道路だろ。ああ、まあ、うん、本当だ、飛んでき方がすごいですもんね、アゲンストの。全然飛ばないよ、今日だって。9番だったら擦っても行く。俺は100球か150しか打てないのに、こんな早く来ても俺嫌なんだよな。いや、メスさんでさ、人はこう打って帰りますよ、別に。こないだ来て、メスさん。背中と首痛くて。ああ。マジか、これ。グリップ。動いちゃいました。シャフトが曲がってる。え、違う、グリップが潰れてんだろ。ほら、あ、あ、何それ。どう思います。しかしてなんか飛行機で移動しました。飛行機、あのちっちゃいバッグで、ちっちゃいキャリーバッグで。あ、これ潰れてるわ、ね、シャフトが。もうダメですかね。ダメですね。もうやっちゃおう。ナンバーそれ9番。9番全部のシャフト。さすがに大事、心配飛行機はないけど、やっぱりあの軽いバッグで横にスパイク入れてたらダメだ。めちゃくちゃ面白かったよ、昔さ、鶴舞行ったり、鶴屋か、鶴屋、あの大阪の、大阪の鶴屋パーク、はいはい、あれでさ、マンで行ったのよ、ね、で、ぶっち本番で行ってバッグ送って、で、朝練習して、で、バーっつってどっかで3番やミドルかどっかで3番やかなんかで刻んだ時にバックスイング上げた瞬間にベローンってなって、グリップのとこ折れて、うん、宅急便。あ、宅急便ですか。え、宅急便にバーンってやられてるんですね。そう、じゃあそれしかないじゃん、だって、ね、宅急便というか、あの、あれ、これすげえな、こんな宅急便。そこ折れるのすごいっすね。ああ、俺グリップ中折れてたんだ、だから分かんなかった、全然。なんでですかね、見た目分かんないんだよ。じゃあ、上げた瞬間にボヨーン、お、すげえな、回ってな。いや、もう関係ない。また来年のアイアン来るだろ。このうち、あ、でも曲がってるな、シャフトがこう、こういう風に曲がってる。ああ。これダメだな。ダメだよ、まあ、問題ないと思うけどね。問題ない、うん、気持ち悪いよね。いや、でもこれで十分だ。気持ち悪いよ。どこってんの150のピン。あ、いやいや、9番で、あの、今のピンの方向です。右は打ってないですよ。どこにピンがあるの。いや、今のピンの方向の先です。ああ、今のピンの方向だけです。ああ、そんな別に
あ、ピ、あの右のピンは狙ってないってことですよ。右のピンは狙って、右のピンはだって右に行くもん。危ない。砂利が飛ぶのが一番嫌いでしょ。いや、ボールが傷つくのが嫌い。だってこれで打ってるジュニアの子ガンガン打つよ。いや、だそれが是非。おお、これしよ。お前、考えろお前。もう行かねえんだよ、ピッチングじゃ。いや、行きます。それはやっぱあの直した方がいいな。3個行くまで直した方がいいっすよ。で3個違うアイアン持ってるよ。ああ一般だアイアン変わんないやないですかって。アイアン変わらんほとんどほとんど一緒です。でも川岸さんの年齢じゃあの一番後ろからだから結構ロングアイアン使うでしょ。ミドルとかでもあれもう前にして前にして前にしてくるんだよ。9番と 9番と18番お前いや9番10番が長い。56以上8え6からか6、7、8、9が10が長い。10も長いですよね。なんかやけに今年からもう56以上は前だよ金子さんの年56以上55でいいんじゃないですか。別に56俺は50まだ前後ろがありますよ。56え60なんですかあれ後ろから。そうあれはきついよ。届かねえもんだって。だって100ヤード違うんだもんあのショートホール17番でしたっけ。いやいやショートはねショートだってあれ、スプーンとかで打つんですよ。7番ですよね。前からだったらピッチングとか PS で打つじゃん。あと7番のミドル7、8でしょ。8番でしょ。あと7番も8番のミドルですよ。7番はショートです。え7番ショートで8番あ8番で登ってって8番と8番、9番、10番は非常に長い。バンタビーなんかロングアイアン持ってだってレギュラーの子だってあそこをさユーティリティとか打ちますっつってたもん。そうですよね、うん、18番とかあ18番はロングですよ。えあ違う違う9番9番9番はね、うん、上りの480は500ちょっとありますもんね。上りの480は長いですよね。その辺は多分あのあれでしょうね。60って絶対言うでしょうね。メンツ見たらだからさあの60以上もさフロントでいいからさせめてあの長いとこ俺前で打ちたいよ。もうフロントでいいよ。もういやほんと長いですよねあそこ。でも7200いくつでしょ。でも長い方の偏ってません。ああまあ確かにそうなんだよ、ね、6、7、8、9、10確かに。あとはベル短いミドルですもんね。そうですね。全然飛ばないけど。飛ばないよ。ま、ま、それ7番ですか。8番。8番。あのグリーン届く？届かない。7番言います。そうだろう。今日8番で絶対行かないですよ。154そうですね。行くよ、両県だったら。いやいや、それはなんかちょっとひねったりする。ちょっとヘッドスピード速くして。はい、いい球。ああ、全然いってない。あ、いってない。あ、いってるよ。さすがです。超えてるよ。さすがです。飛ばすだけだったら。腕の力だけで。でも154だからな。さすがとか言うのよ。154でそんなことない。確かにな。154だからな。からまっすぐまともですね。今日絶対行かないですよ。ほら、ああ本当だ。今普通ですもん。あれ以上そんな振らないですよね。7番やったな。腹立つ。9番やけど俺は弱いもんなんだね。誰か上に乗ったのかな。こうやってかもしれないですよね。変なとこ折れてるよな。 あんなこんなとこ折れないですよね。こっちは折れた。でも俺も折れたのそこそのもうちょっと先ぐらいギリギリのところで。あ、そうですか。うん。宅急便？宅急便。
俺飛行機だ。折れてたっていうか、だからちょっとだけ繋がってたと思うんだよ。あ気持ち。上げた瞬間。うん。ポニオ。嘘だろおい。だから飛行機だとなんか長いもんから折れそうですけどね。なんでだろうな。ね。はい。セルフバッグだからさ、中も弱いですからね。スカスカだし。やっぱでかいバッグの方が安全ですよね。7カルでちょうどいいです。150円。